クラッシュダイエットは、スウェーデン出身のハードロックバンド。バンド名の由来は、ガンズローゼズが、GN、R ライズのレコーディング機に録音された、未発表曲、クラッシュダイエットから、バンド創設者のデーブ・レパードが名付ける。スウェーデン国内のメジャーレーベルが、10年ぶりに、グラムメタル系のバンドと契約したことにより、クレイジー・リックスをはじめとする。 同じ系統のバンドにもチャンスを与えるきっかけとなった北欧 3G メタルのパイオニアとして注目されている。その一方でメンバーやマネージャーの旧正等の不運にも見舞われている。2000年にデイブ・レパードを中心に結成。2002年リハーサルスタジオに入った後にバンド内に亀裂が生じて殴り合いの喧嘩などのトラブルが発生した末。 バンドの半分のメンバーが脱退してしまう。その後、マーティン・スウィートを加えた4人編成となり、ストックホルム郊外で地道にライブ活動を積み重ねる。2004年、ストックホルムレコードとテンマネジメントの目に留まり、契約を交わし、同年10月、デビューシングル、ライオット・イン・エブリワンの PV が、ストックホルムのクラシック・ロック・クラブを中心にかけられて、翌年には、 スウェーデンの放送局 ZTV でも流され大きな話題となった。2005年、ファーストアルバム、レスト・イン・スリーズをリリース。モトリー・クルーやスキット・ローを代表とする1980年代のグラムメタルを彷彿させるサウンドで、スウェーデンにおける LA メタルリバイバルのパイオニアとして注目され始めたが、その矢先の2006年1月20日。 バンドの中心人物であったデーブ・レパードが自宅のアパートで首吊り自殺を図って死亡しているところを友人に発見される。デーブの死により残された3人はバンドを一時解散し新バンド結成を模索するが、デーブの遺族がクラッシュダイエットの名前で続けることに関して肯定的であったこととファンの続けてほしいという後押しがあったことによって、 クラッシュダイエットとしてのバンド活動継続を決意する。デーブの遺族の承認を得て、活動再開をした3人は、公認として、フィンランド人の H. オリバー・トゥイステッドを迎えて、セカンドアルバム、ザーン・アトラクティブ・レボリューションを2007年にリリースし、スウェーデンのアルバムチャートで、初登場11位を記録。このアルバムでは、モトリー・クルーのギタリストである、ミック・マーズが、 ゲストミュージシャンとして2曲プレイしている。しかし折は、クラッシュダイエットとは別に、レックレスラブのリードシンガーでもあったため、両方のバンドを掛け持ちしていた状態が続いた結果、2つのバンドの両立が難しくなる。他にも、国籍上の問題も含め、折では、デーブの公認としてはコミットメントが不足しているという理由で、このアルバム一枚をリリースした後、 2008年の夏頃にオリは解雇された。サイモン・クルーズ2010年2009年2月24日にバンドはロゴを再設計するためのコンテストを受け付け、優勝者のデザインしたロゴを今後の商品のすべてに採用すると公式ウェブサイトを経由して発表した。そして再び新ボーカルを探し始めたメンバーはジェイルベートというバンドで活動していた。 サイモン・クルーズを探し出して、ニューシンガーとして迎え入れる。同年10月に、スウェーデンロックフェスティバル主催の戦場ロックフェスにおいて、サイモンのデビューパフォーマンスを行い、翌年にサードアルバム、ジェネレーションワイルドをリリース。アルバムから、同タイトルのシングルをリリースしたが、その PV が、サイモンの腹部に、穴開けドリルを突きつけて、流血等の過激な演出が原因で MTV から、 放映禁止を受けてしまう。本作では、本国スウェーデンのチャートで3位にランクインという、成功も収めてバンドは、完全復活を果たす。翌年には、ワールドツアーを観光し、モトリークルーのフィンランドにおける、ツアーのサポートにも抜擢された。2013年、サイモン加入後2作目となるフォースアルバム、ザ・サベージプレイグラウンドをリリース。5月25日に、 東京新木場スタジオコーストで行われたイベントラウドメタルアタックへの出演が決まりこれが初来日公演となるはずだったがツアー先のロンドンで担当マネージャーが不慮の事故で逝去するという事態に見舞われてしまい来日が困難な状況に陥ったことが原因で同イベントの参加を見合わせることになった2015年1月10日11日にクラブチったで 行われる、川崎ロックシティボリューム32015への参加が決まりこれが初、来日公演となるが、ツアー1日目には4人揃ってプレイしたものの、2日目に、サイモンの欠場が発表され、サイモン以外の3人によるセッションでの公演となった。同年2月26日、サイモンクルーズの脱退が、フェイスブックと公式サイトで正式に発表された。 2017年12月9日、Facebook と公式サイトにおいて4代目となる、新ボーカリスト、ガブリュエル・キーズが紹介され、同年の大晦日に、新曲、We Are the l e g i o n をリリース。翌年の2018年3月30日、スウェーデンのストックホルムで行われるショーで、ガブリュエル加入後発となるライブを行い、2018年の、 スウェーデンロックフェスティバルにも出演を果たし、ヨーロッパツアーも観光されますます人気を得ることになった。2019年1月1日には、新曲、レプタイルが、曲、PV どもに、全世界同時公開された。同年、アルバム、ラストを発表した。ピーター・ロンドン2010年。ありがとうございます。